ちょ、マジ頼む。俺これかけてんだよ。こちら。どうなんだ？どうなんだ？おお。こちら。クラス頑張れ。どうだ？どうだ？クラス。順位こちらです。どうなの？頑張れ。やばい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 。下からスニーキングでオッケー。おお、マジで？幸運のキーワードは。セクシー。絶対自分は間違ってないと確信していても、その思いをぐっと胸にしまい、感情的なこと言動を抑える努力を。難しいね。これって黒だったらそういうことでよく喧嘩する。難しいね。いや、こちらです。わあ。今年一番輝くのは誰だ2024年運勢ランキング。俺だ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 頑張っていただきましたのが本当に香里さんでございますので、ありがとうございます。すごい、ありがとうございます。六星占術には6つの運命星、土星、金星、火星、天王星、木星、水星があり、自分がこの運命星に属するかは生年月日から割り出され、また運命星は生まれた年の干支により、プラスカッコ陽とマイナスカッコ陰に分けられ、同じ星人でもプラスカッコ陽とマイナスカッコ陰で 運気が異なる。あ、そうなんだ。その分けられた各タイプから性質や運気を、導き出していく占い。なるほどね。去年ですけれども深田が2位。すげえ。去年何でした？去年はお仕事的に言いますと、やっぱさ、ドラマ出させてもらったり、それこそショック、ああそうだ、ショックも出させてもらったりとか、ちゃんとすごいいい経験させてもらいました。羨ましい。そして最下位が左後ろ翔星。おめでとう。最下位、これすごい、本当にすごいよ。逆に持ってる。涙目でした。現在セブンメン侍、美少年、ハイハイジェッツ、 A グループと運勢がもう空いておりまして、4グループのランキングこうなっております。どうだ。いるぞ。いるやん、この中にいるぞ。ちょっと翔星、トップと最下位がいるってことね。やばい、やばい、やばい。この後発表の中、僕たち忍者とリトル関西、ちょうどね、26分の21忍者です。すげえ。1個目も下も可能性が今日高い。大丈夫かこれ。頼む頼む。くんから、はい、気になる。俺は木星、木星人か。ちょっとな、ちょっとまだ分からない。説明いきますね、はい。何事も計画を立てて進む堅実な性質の持ち主です。お、目標に対してコツコツ努力を重ねる忍耐の人。すごい。ウサギとカメでいうとカメのタイプ。慎重すぎてチャンスを逃したり流行についていけなかったりと、若い時は苦労することが多いですが、年を重ねた時に大きなことを成し遂げる大器晩成型。なるほどね。そうなの。いきますよ、順位。はい、か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 い、順位こちら。去年までは人生の冬、大殺界が訪れていたんです。そうなの。うまくいかないことも多かったはず。2024年は運気が好転し、さまざまな幸運に恵まれることでしょう。幸運のキーワードは迅速。正確であることにこだわりすぎずに、スピード感を持って進んでください。反射神経、運動神経が上昇しているので、スポーツ関係のお仕事がおすすめです。いざという時に爪痕を残せるように、筋トレやダンスに力を入れてください。おお、なるほど。そうなんだ。なるほど。スポーツだ。去年は確かファッションだったんですよね。あ、そうなの。ファッションがキーだよみたいに言われて、だからそれこそファインボーイズさんに出させてもらったりとか。確かに終わったんですけど、大殺界だったということで。それでも、それでも、それでも人生の冬、
なるほど、いや俺はまだまだすごい、待ってくれ、えぐこれからですよ、みんなこれからさらいっちゃう、まだ去年ですら大殺会、去年2位の人冬だったってこと、俺も何だったんだよ、氷河期さんの成人から発布していきましょう。はい、君さん、こちらです。はい、金星人霊合成。自由で大胆な発想と理性を重視する慎重さが入り混じる複雑な性質の持ち主。ルールからはみ出るようなことをすると急に真顔になって注意してくる。怖いな。怖いな。怖いでしょ。さあ、それでは行きましょうか。順位きた。あ、どうだ。どうだ。順位はこちら。わー、負けたー、15か、15、すごいね。2024年は世の中の流れを読む能力と細やかな気配りが自然とできる1年、あなたらしい行動力を発揮すればするほど素晴らしい結果を生むことになるでしょう。誰が何を言おうと今年切り開いたひらめいたことは、チャレンジを、ただ1月から3月はややパワー不足なので、4月からフルパワーで前進するのがおすすめ。またこの上半期は人との交流を増やすことが運気アップにつながるので、余裕ができたらグループのメンバーや日頃お世話になっている人に還元するといいですよ。おー、逆にその1月から3月までは自分注意するというか、まあ、自分は気にかけてやった方がいいかなっていう。なるほどね。でも4月からがすごい楽しみですね。いいね。そうね。いいね。いいことばっかりしてるよ最近。見てみましょう、こちらです。うわ、火星人、強そう、強そうだな。そうそうだね。いいね。何事に対しても、冷静沈着で他人の価値観に左右されないタイプ。好き嫌いがはっきりしていて私はこうだという芯を持っています。どこか他人に壁を作ってるような印象があるもののそれがかえって不思議な魅力となって周囲の人を引きつけます。自分の中の壁を取り払い人間関係を広げていけるかどうかが人生をよりよく変える鍵となります。おっしゃい。はぁ、合ってる、合ってる、合ってねえよ、別にそのままじゃん。俺の説明してるってこと。そういうこと、取り説明してる、結構そのままだよ。壁作ってはないんですけどね。じゃあそんな元木枠の、はい、順位です。ちょ、マジ頼む、俺これかけてんだよ、こちら。どうなんだ、どうなんだ。おお、めっちゃんじゃん、並んでるね。いいんじゃない。いいよ。まあでもいいと思います。なかなかいいと思う。2024年は自らの弱さや正直な気持ちを伝えることであなたに沼る人が続出。沼、幸運期のど真ん中なので、ありのままのあなたを見せることで楽しいことや幸せなことがたくさん訪れるはず。幸運のキーワードはセクシー。セクシー、沼、うちに秘めたセクシーさを表現してみるのがおすすめ。なるほど。いや、もうあんたないです、もともと今年23になるから。まあ確かに。絶対うちからセクシーは出てくる。出てくる、出てくる。大人の色気だ。土星人。あ、っぽいぽいぽい。長さっぽい。土星人。土星人。土星人。知ってる。芯が強く頑固。裏表がなく、人の顔色を見て行動を変えるようなことは得意ではありません。火星人とは意地の張り合いになる。すごい。いい関係を築くためにはあなたから火星人になる。いやいやいや、ぽい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 わ。じゃあ歩み寄らなきゃいけない。そうそう、今のところ。そんな長瀬の、どうだどうだ、長瀬さん、こちら、長瀬頑張れ。どうだどうだどうだ、見るぞ。確かに、ぽいぽい。2024年は体や心を管轄、活力を補う時です。体と心の些細な変化に注意を払い、焦らずスローペースで前進しましょう。バラエティのオファーがあってもスケジュールがなかなか合わなかったり、物事が進まないことにモヤモヤすることが多いかもしれません。思い通りにいかなくても諦めるのは NG。 今年はさまざまな人と出会い多彩な価値観を学びましょう。メンバーカラーの紫は永瀬さんのラッキーカラー。紫のアイテムを部屋にも取り入れましょう。はい、入れます。いや全部紫にしちゃう。
こちらです。気になるな、これ。うわっ、ほら、あー、長谷川先生、両脇の中はやばい、悪いわけじゃないから、別に悪いわけじゃない。天才肌の鬼人変人周りを、周りの人を自分のペースで翻弄し、うわ、マジしがち、マジか。ミステリアスな雰囲気に惹かれる人が多い反面、うん、何を考えてるかわからないと惹かれてしまうことも多いでしょう。かけてきた。人の言葉にも耳を傾けることが可能性を広げること、秘訣です。秘訣です。すごいな、わかる、まあ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 、めっちゃ合ってる、すごいな。じゃあそんなユーズのランキングですね、いくよ。はい、こちらです。どうだ、どうなんだ。激アツよ、すげー、負けた、激アツよ、やば。2024年は全身にパワーがみなぎり、充実した1年が過ごせるでしょう。特に2月3月は趣味を楽しむほどに運気が上昇し、素晴らしい1年になるはずです。趣味を通して雲の上の存在だと思ってた人とつながりを持てる。抱えてる問題があれば2024年中に解決するのがおすすめ。困難なことも幸運期の後押しで解決できるでしょう。めっちゃいいな。すげえ。雲の上の存在。え、ありえるんじゃない？マジで。ありえる。あれ、言うじ言っていいんじゃない？あ、そう言っていいかも。そう、そのかもしれないもんね。キングヌーの常田大樹さん。ずっとやってるんですよ。大好きだよ。やばい。マジかっこいいもんな。いやもう普通に一ファンであり、ちょっとまあ将来。習いたいな。うわ、いい、うわ、いいね、かっこよ。なるほど、いや、いいよ、素晴らしい、頑張れ、UJ の天王星人初です。かっこいいね。チャーミングな魅力で多くの人を魅了する天性の愛されキャラ。確かに愛情深くコミュニケーション能力も高いため、どのような場所でも癒し系として可愛がってもらえるでしょう。いいね。まあ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 、まあ、こっからですか。順位、順位、そうだね。いやー、来るよ。順位こちらです。来ちゃうよ。頑張れ。怖い、怖い。やばい、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 やばいじゃん。魂神殿が期待できない。大丈夫か、大丈夫か、大丈夫か、落ち着いて。複雑で難関なことに引き寄せられやすくなってます。たとえ絶対自分は間違ってないと確信していても、その思いをぐっと胸にしまい、感情的なこと言動を抑える努力を。難しいですよね。冷静な判断力が鈍る時期ですので、他のメンバーを頼り、自身が判断することを避けた方がいいでしょう。はい、難しいです。俺と黒だったらそういうことでよく喧嘩するから。難しいね。いや、今年はもう綿の言いなり。そう、やだ、やだ、やだ、絶対やだ、絶対やだ。水星人、おい、おい、おい、冷静な判断で意思を貫く損得主義者。若い時には周りとの衝突があっても、そうした時期を乗り越えるパワーに溢れているため、自分で決裁ができる年齢や立場になると、さらに成功への階段を上る人が多いのです。じゃあそんな青木くんの順位頼む。こちらです。31位。微妙。なんと中途半端な。最後も美味しい。見事に真ん中ってところですね。真ん中ですね。真ん中。2024年はパワーがみなぎり充実する1年です。お、うん、ただ力強い幸運期とは言えないので、調子がいいからとスタンドプレーに走ってしまうと大失敗する恐れも。スタンドプレー。メンバーに対し日頃の感謝の気持ちを言葉で伝えることで運気がアップ。晴れた日の勝負に強いので、晴れた日の仕事は特に気合を入れることと。今日だ。天気に左右されると。なるほど。いやでも確かに雨の日は本当にベッドから出るのもしんどいタイプ。いや、みんなそうだ。特に星人、霊合星です、はい、常識にはとらわれない自由人なのに門限は守る。積極的にチャレンジするのに土壇場でビビるなど矛盾し、行動を取りがちで周囲の人を混乱させるタイプ。寛容な天王星人はそんなあなたを優しく包み込んでくれるベストパートナー。あら、ようこそ、ようこそ、なんかいそうだ。いや、これマジ、お母さんって言ってる。こちらです。俺包み込んでるよ。お母さん、握手したから。
っぱそういうことなんだ。2024年は歯車が噛み合わない状況が続きそうです。行動力抜群でスピーディーに物事を進めるのが好きなあなたにとってフラストレーションを感じることの多い1年になるでしょう。判断能力も鈍っているので一時的な感情で人間関係を断捨離してしまうといったこともあるかもしれません。おーやめてくれよ。イライラと一旦距離を置き冷静に物事を見る癖をつけておきましょう。いやちょっと悲しいな、お母さん結構泣くと思うんだけど。お母さんだいぶ気にしてるからこそ。マジかよ。北西さん、おーいおーい、忍耐力が最大の武器、献身的なサポート力を生かす ポジションが向いています。なるほどね。生真面目で周囲からの信頼を得ますが、心配性がゆえに何事にも慎重に考えすぎてチャンスを逃してしまうこともあります。あー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 、すごい入ってきました説明。ありがとうございます。全部読んでもらいたい、絶対読んでもらいたい。そういうの順位やったな。こちらです。おお。変化です。価値観が180度変わるような場所への海外留学がおすすめですが、難しい場合は海外旅行でも OK。 海外旅行楽しそう。一緒に行こう。いいね。俺まだ一回も日本から出たことないから。じゃあ一緒に行こう。変化でいいかもしれない。誰だ。水星人。お、水星人。人は人、自分は自分と割り切った考え方をするクールなタイプ。独立心が旺盛で、ひとたび自分の方向性を定めると目標に向かって全力で突っ走り、驚くほどの業績を上げることも。おー、いいじゃん。やや利己的なところがあるので、人情を大切にする土星人の意見をはっきり聞くことが大事。土星人欲しい。じゃあ、ぽいぽいぽい。じゃあ、そんな大輝くん、はい、順位こちらです。いや、頼むな。どうなの。当たりよ。やりたかったことにチャレンジするなら今。2024年はあえて不得意な分野に挑戦するのもおすすめ。これまで理解ができなかったのが嘘のようにすんなり頭に入り、すんなりすんなりなんだよ。新たな興味が芽生えるはず。熱中しすぎてしまうタイプなので、はい、電車やバスを乗り間違えたりしないように注意。時間に余裕を持ちましょう。乗り間違いめっちゃします。へー、そうなんだ。なんか考え事してるともう普通に反対側の電車乗ってたり、あー、電車の乗ろうと思ったら飛行機乗っちゃったり。やっちゃうかもね。やっちゃうかも。今年はそれやっちゃうかも。それやっちゃうかも。ひらめきのセンスが抜群で時代の先端を貫くようなユニークなアイディアを生み出すことができるタイプ。いいね。ただ物事を深く考えず行動に移す節があるため、肝心な時に周囲から信頼を得られなかったり軽く見られてしまいがち。きっちりしている土星人。何が多いか。このように物事を進める木星人はそんなあなたを補ってくれる心強い。おお、いいじゃん。さあ、アジの順位見てみましょう。こちらです。おお、人生を再構築する後期。目の前が急に開けて将来明るい展望が見えてくることでしょう。お金の流れを止めないことで運気がアップします。メンバーカラーのグリーンはあなたのラッキーカラーなので、グリーンのアイテムは積極的に取り入れていきましょう。まさにまさに。女性の僕だった。一緒。あんま一緒にしないでほしい。一緒だった。出てんだから。理想を追い求めていく努力家、はい、何事もけじめをつけないと納得できず中途半端な、何ですか、妥協を許せないタイプ。常に自分にも 他人にも厳しいため、繊細なことでストレスをためやすいとも言えます。協調性に欲しいので急な誘いは断る。なん
たら決まっちゃうから多いね、本当にそうだね。まあまあでもさ、ここはさ、あれじゃん、何も順位関係ないでしょ。確かにこっからでしょ。そんな織山くんの順位でございます。全然何でもいい、来る気がするぞ。こちらです。うわぁ、33位。そんなになんか感動する数だもんね。2024年は人間関係のトラブルを抱える場所だと思います。体調に問題が出やすい時期でもあるので、頑張りすぎないようにしましょう。はい、あるわあるわ。2025年には運気が好転しますから現状キープで OK。 おぉ、マジでこのくらいの…私起こった辛いことは2025年に大きな喜びを味わうための人生のスパイスです。話のネタができたとポジティブに捉えるのと良いでしょう。なるほど、分かりました。あれ、なんか普通によくね、現状キープで言ったらもう普通に平常運転できるってことでしょ。そうそうです。はい。自信が旺盛で、ひとたび自分の方向性を決めると、目標に向かって全力で突っ走り、しっかり成果を上げる。お、よかった。やったー。また。また。頭の回転も早く。そう。上産業に近づけるといいね。そうですね。そうですね。近づけるといいね。近づけるといいね。この通りみたいな。今違うから。プールで知的とかじゃない。言い過ぎ言い過ぎ言い過ぎ。やったー。言い過ぎよ。上産業の順位。こちらです。29。何も言えない。何も言えない。2024年は今年知り合った人がこれからの久保さんの活躍を決定づける大きな役割を果たしている。ただし力強い運気とは言えないので、大胆に行動するのは避け、謙虚な気持ちで行動するのが良いでしょう。謙虚さがごたごたした問題を自然と解消し、心が晴れ晴れとしていくはず。メンバーカラーの赤はラッキーカラーなので、プライベートでも積極的に取り入れていきます。いいじゃん。やったー。ラッキー。何をするにも基本を大切にし、そこから一歩一歩着実に進む堅実な性質の持ち主。決断までに時間をかけるため、スピード感を重視する金星人や水星人をイライラさせることも。あれ、ごめんなさい。天王星人は柔軟な意見で背中を押してくれるベストパートナー。おらだって、あれじゃん、今年俺ら一緒に舞台やるじゃん。やります。じゃあ3月か。3月。発表する。おらおら、いいね。ベストパートナー。さあ、というわけで順位こちらです。うわぁ、舞台大丈夫かな、これ。大丈夫大丈夫。はい、2024年は環境を変えたいという気持ちが出てきてしまいそう。ただし今年は大きく環境を変えることはお勧めできません。焦らずに演技など重心が強いことを下積み期間として、目の前のやるべきことを確実にクリアしていきましょう。これまでの疲れが出てくる時期でもあるので、無理せず休養も大事にしてください。おー、すげえ。あってこそちょうど演技ですよ、今年は。ね、そうだね。そうだよ、下積みだ。だから、初心を忘れずに今まで通りやっていくってこと。まあそうだ、本当そうだね。演技頑張りたい。はい。明るく華やかでサービス精神が旺盛。よっしゃ。あっという間に人の懐に入り仲良くなれるタイプ。うん。飾り付けがなく、正直な性格は付き合いやすく、生涯を通して多くの友人に恵まれることです。おお、さあ、うっちーの順位見てみましょう。こちらです。そんな下なの？もっと上の感じしたけど。2024年はイライラしやすい運気が訪れています。合理的な現実主義者の星でもありますから、アイドルという職業に迷いが出てきてしまうかも。やめてやめてよ。しかし、しかし今年大きく環境を変えるのはお勧めできません。はい。
結果を早く求めがちな性格、性質を持ちです。今年は焦らず現状維持を意識してください。俳優、MC などに向いているタイプなので、なりたい自分を思い描き、自分のスキルを磨く一年にしましょう。すごい。いや、すごい。なんかすごいね。ビビるほど当たったね。警戒心が強く、人と打ち解けるのが苦手なタイプ。ただ、内面はとても寂しがり屋で、一度心を開いた相手とは一気に距離を縮め、べったりとした関係になりがちです。すごい、すごい、すごい、すごい。鋭い感性の持ち主なので、セリフはもちろんですが、目で感情を表現するような繊細で難しい役も向いています。いいね。そんな、火星人山井くんの火星人山井くん。火星人山井くん。メンバーにその宇宙人みたいな感じで今の決めたのこちらです。高まっています。特に年上先輩から刺激と目をかけてもらえそうです。僕なんてと思わずに思い切って懐に飛び込んでみてください、器用な山井さんは先輩にとって貴重な存在になるはず。引く手数あまたの状況ではお金より自身の熱量が高い方を優先することで結果を残すことができるでしょう。なるほど、自分がやりたいことをやりつつ先輩の懐に飛び込んでいる。いいね。結構今までやってこなかったんで、そういうのが。本当にいるの？いや、いっぱいいますよ。本当に。言ってきて誰だろう。僕、永瀬廉君と仲良くなりたい。いいじゃん。ぜひ会った時は絶対話しかけに行きます。いいじゃん。天皇星人。おい、黒田と一緒。ボイボイス。うわ、どうだ。やだ。後期後期。明るく楽観的でコミュニケーション能力が高く、人の懐にスッと入っていくタイプ。ただ人付き合いを大切にしすぎて八方美人になりがち。なかなか決断を下すことができず、周囲を混乱させることもあるでしょう。に嫌われることは少なく、困った時は誰かが手を差し伸べてくれるラッキーボーイです。ラッキーボーイ、ラッキーボーイかよ。ラッキーボーイ、ラッキーボーイだからもう高いんじゃない？あのね、頼むさんですね。ラッキーボーイだぜ。低いわけがないでしょ。お願いします。ラッキーボーイ、ラッキーボーイ。大殺界も出ました。来た来た来た。いや、大殺界意外といいから大丈夫。そうだな。全然大丈夫。修行の時、はい、何をしても報われず非常に苦しいでした。ルーズな一面が強く出る年なので、リーダーとしての役割は重荷になると思います。佐々木さんは人に助けてもらえる強運の持ち主なので、一人で何かしようとせずランキング上位のメンバーをうまく頼るのがおすすめ。特に真逆の精神性質を持つ土星人。出た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 。オールマイティーや。あ、でも、オリがいる、オリがいる、オリがいる。俺は長さん、ここにでもできる。数字だから、数字。そうね、確かに。頑張れ頑張れ。頑張ります。こんなところで明るく自由奔放でバイタリティ溢れる行動派、束縛や干渉を嫌い、常にハイスピードで前進したいタイプ。たとえ自分が苦しくても人を笑わせたり感動させたりすることに意識が向くため、頑張りすぎて自分を見失ってしまうことも、時には後ろを振り返ることも大事。わあ、どうなんだ俺、微妙。どうなんだ。頑張れ。順位、これどうなんだ。バカルの順位こちらです。おお、気持ちが散漫になってケアレスミスが連発。軽微なアクロバットでも油断をすると思わぬ怪我につながることに。今年はいつも以上に注意しましょう。おもてなしの気持ちが運気をアップしますので、大切な人を楽しませる気持ちで旅行を企画してみるのがおすすめです。まだ油断って書いてあるから油断しなくなかったり。油断しない俺、結構心配性なのいつも。緊張感持ってるのでイエス。卓越した表現力がある反面、プライドの高さが邪魔をして
物事を一人で抱え込んでしまいがち、人に頼ることは恥ずかしいことではないと心のどこかで意識しておいてください、直直で気さくな金星人とはストレスなく付き合えるはず、近くにいたら大切にしましょう。お近くにいるよ。俺金星人入った近くにいるよ。さあ帰るの順位こちらです。いけ。おお。2024年はどんな人ともスムーズに付き合うことができそう。大胆な発想が受け入れられ、あなたを中心とした企画が立ち上がるかもしれません。ただしそれを気を良くして調子に乗っていると足を救われることに。霊峰星人は、数奇な運命に翻弄されがちで、天国から地獄へと行ったことが起こりやすいタイプ。調子がいい時ほど注意して過ごすのが運気アップのポイント。調子に乗りさえしなければ結構いい。そうね。じゃあ大丈夫やん。ひたむきにだんだんちょっと人とずつスムーズに付き合えるって書いてある。調和を大切にするため場の調整役、縁の下の力持ちとして大活躍。ただ、自分が我慢をすればいいと考えがちで限界まで溜め込んで怒るため、怒らせたら一番怖い。まだ先生、優しいからと言って甘えすぎると急に急に口を聞いてくれなくなります。やばい。さあというわけで気になってますね。順位サード来たよ。スキーさぽいことはどうなんの。どうしき。順位こちらです。先生怒らせないどうなんだろう。怒っちゃう、怒っちゃうから。いやでも3位上がったよ。上がったよ。上がったよ。先生わ、力持ちだな。先生成功だよ。精神的に不安定になりやすいため暴走に注意。大丈夫、まだまだいける。自分を見失い迷走してしまうことも。怖い。ビビりながら性格らしからぬ行動で SNS で見栄を張ったりアピールしてしまったりと、今年はそんな暴走が腹を読みそう。気をつけて。客観的な目で自分を見つめて。終わった。終わったよ。これ絶対 TikTok 上げないからな。理想主義と現実主義が混じり合った複雑な性質の持ち主。律儀さや、潔癖さを追求する一方で物事にだらしない一面があったり、筋を通すことを苦手とするなど、愛する愛反する性格が同居しています。周囲の人からは、捉えどころのない人と思われているかも。1-1 ずっと1位になってる。ちょっと緊張しこい。頑張れ、行きましょう。頑張れ、挑戦を頑張れ。1位で頑張れ。こちら運命の瞬間だ。1位こい。ちょっとは浮き沈みの激しい1年になるでしょう。3月から5月はうまくいかない。イライラから環境を大きく変えたくなるかもしれませんが、踏みとどまってください。そうすれば6月には大きく、飛躍するチャンスが訪れるはず。一時の感情に流されず、行動を起こすベストなタイミングを見極めることが大切です。全然いいよ。30個上がったんで。すごいよ。そう言われるとすごい。30個上がった。伸びしろすごかっただけでしょ。開かなかったね。1位3位とは。そう、忍者的な今年のトップは病。俺だ。でかい。ぜひみんな今日言われたことをしっかり忘れずに。はい、1位気になるな。はい、お願いします。というわけで、以上シャイニーです。